の黒田、3回までに4失点と苦しいマウンド。しかし4回以降は阪神打線を無失点、2安打に抑え込む。同点で迎えた6回、ツーアウト1塁3塁とチャンスをつかんだ広島。ここで黒田に代えて代打国防を送る。阪神2番手左打ちのカーブに空振り三振、勝ち越し点が奪えない。7回、広島2番手ヒースが迎えたピンチ。阪神上本の打球はライトオーバーのタイムリー、1点を勝ち越される。その裏、菊池丸の連打で三塁一塁のチャンスを作ると、ロサリオの強烈なセンター前ヒット、これで5対5の同点。さらにチャンスは続き、ルーキーの野間、高く弾むセカンドへの内野安打。この一打で勝負を決めた広島、連勝を飾った。